NGC5253 は、ケンタウルス座の方角にある、不規則銀河である。1787年3月15日に、ジョン・ハーシェルにより発見された。NGC5253 は、電波銀河ケンタウルス座 A や、渦巻銀河 M83 を含む、比較的近くのケンタウルス座 A、M83 銀河群や M83 サブグループに、属する。 矮小スターバースト銀河で、青色コンパクト矮小銀河でもあると考えられている。20世紀の超新星で、SN1987A に次いで、明るい SN1972E は、この銀河で発生した。また、SN1895 ビットもこの銀河で、記録されている。NGC5253 は、巨大なゴミの雲を含み、 それは100万個以上の恒星からなる星団を隠している。その中には7000個の大型星がある。星団は300万歳で、合計の高度は太陽の10億倍以上である。周りを取り巻くゴミの量は非常に多く、太陽の約1万5千倍で炭素や酸素からなる。クラウド D と呼ばれるゴミの雲は効率よく新しい恒星を生み出している。 どれだけの量のガス雲が恒星になるかは宇宙のどの領域にあるかによる。銀河系ではクラウド D の大きさのガス雲が恒星になる割合は5%以下である。クラウド D ではその割合は少なくとも10倍以上でもっと多い可能性もある。今後数年間で超新星爆発によりすべてのガスや元素が生還空間に吹き飛ばされる可能性がある。 ありがとうございます。